俺は逃げた。またマイを残して逃げてしまった。よろしく頼むよ。ちっちゃな俺。おい、俺。何が君かだ。ちょっと負けたくらいでウキウキしやがって。それでも俺か。ああ、未来の俺がこんなふぬけたやつだったなんてがっかりだ。そんなことだから舞ちゃんだって守れないんだよ。悔しいのかよ。だったらかかってこいよ。この俺を倒してみろよ。手になってやるぜ。自分に励まされるとはな。もう十分だ。君の気持ちは十分伝わった。もう迷いはない。ブラックとザマスは必ず倒す。平和を取り戻してみせる。ありがとう、ちっちゃな俺。やっとわかったか、おっきな俺。わかりました、いいですよ。うー、すごい、いきなりスーパーサイヤ人。じゃあ俺もスーパーサイヤ人だ。やるじゃねえか。いえ、これでも奴には通用しません。あいつは戦うくらい。スーパーサイヤ人3、これならどうだ。すごい、スーパーサイヤ人を超えたスーパーサイヤ人をさらに超えるなんて、さすが悟空さんだ。やば。おい、面を貸せ。父さんと稽古するのはあの時以来だって。私のことなどいちいち覚えていられるか。よく一人でここまで腕を上げたな。ありがとうございます。おい、この程度で満足してやがるんじゃないぞ。はい。
し、トランクス、それじゃオラも本気で行くぞ。うん、その姿はスーパーサイヤ人ブルー。火を感じ取れない。なのにこの圧倒的なプレッシャー、何なんだこれは。超えてみせますよ、ブラックも父さんも。ありがとうございました、父さん。信じらんねえ、おめえ本当にすげえな。